ダンスしたらチャンネル登録か高評価よろしくね。チャンネル登録高評価ありがとうね。ごきげんよう、タコボドです。今回もね、ロブロックスやっていこうと思います。今回はレストラン作りゲームで超人気なお店を目指したいと思います。さあ、レストラン作りのゲームの世界にやってきました。もちろんね、この上にいるタコはね、僕のペットなんで、このタコで料理はしないからね。安心してね。でもお腹空いたら食べよう。よし、まずはここで、空っぽのレストランって書かれてるね。まだ何もないのか。え、ここで新しいレストランを作る。レストランの名前を決めたりできんだね。じゃあタコ料理レストランタラオで行きたいと思います。ここでどの国の料理屋さんやるかを決めたりできんだね。和食いいな。やっぱ日本で来たいよね、こういうの。まあ、いろんな国あるんだけどね。ちょっと日本も人気っぽいんで、ちょっと日本の料理でやっていこう。そう、早速お客さんいるね。犬ボボンさん。やってきました。今日も可愛いイラストだね。それからここにもいる。お客さん、二人用のテーブル席をお願いしますって書かれてるね。で、ここが僕のね、レストランなのかな？あ、ここにキッチンがあって、広いね。で、それから席は、あ、こっちだ。ここに席があるから、あ、お客さん来たね。よーし、さ、こっちです。この席へどうぞ。初めてのお客さんだ。さて、何が食べたい？一応タコ料理やってんでね。あ、ラーメン。じゃ、ラーメンの中にタコでも入れようかな。あれ、待って待って、来た来た。ちょっとキッチンで料理しようと思ったんだけど、また来たね。もうすでに人気だなぁ。どんどん入ってくるね、お客さんが。オープンしたばっかなのに。さあ、これで？あ、来た来た、歩き出したね。そりゃ、ラーメン作りたいと思います。せい、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 せい。これ麺作りかな、これ。まずは麺ね、細かくね、して。それから煮込んで。さあ、これで、完成したかな、ラーメン。あれ、どこ行った、ラーメン。あ、まずは、注文をメモで書くのかな。で、しっかりね、何の注文か、もう、みんなラーメンだね。よし。できました、ラーメン。あ、二つは持てないんだね。よし、じゃあ、一つずつ出していこうか。大変だな。働いてくれる人欲しいね。今後出てくるのかな、そういうの。そうで、作りながら、じゃあ、ラーメンを出してこう。雑だな、出し方がもう。よっしゃ。食べるんだ。まあ、いろんな具材入ってていいね。タコも入ってるからね。さあ、あと二つラーメン作らないと。急げ、急げ。もう夜だ。早いな。へい、ラーメン出来上がったぞ。さあ、お客さん、どうぞ。いいね、いいね。ゆっくり食べてるところをね、見ないとね。ああ、しっかり食べるか？美味しいか？よし、オッケー。あ、それからお皿の回収とかもあるんだね。お皿を回収して、洗ったりするのかな？さあ、お金だ、18円うわぁ、安っ。このラーメン1個9円でも、初めてお金いただきました。働くって楽しいなぁ。さあ、こっちのお皿もね、回収して。ね、早く金、早く金出して、早く。早く、早く出せよ。オッケーオッケー。おー、金金金金、オッケー。さあ、ということで、おー、もう来た。どんどん来るね。あ、ここで、シェフとか新しい人を雇えるんだね。新しいシェフ雇おうかな。よし。これで、ね、料理とかしてくれるってことね。お、1日目も終わりました。お客さんは4人来たね。よし。それから選ぼう。ラーメンか、アメリカ風寿司。こっちなんだろう。わっ、来ました。新しい料理作れるようになったってことかな。あ、シェフがいるね。よろしくね。シェフ太郎。新しい友達ができました。いや、新しい働いてくれる素晴らしい人だね。じゃ、お客さん。すごいにっこりだね。早くお客さんに料理を出してやらないと。で、ここの席だよって、ね、指示して、そしたらやってくるかな？来た来た。へい、いらっしゃい。うわ、どんどん来るね。
めっちゃいいスマイルだな。さ、こっちのお客さんも席に早く座らせないとね。はい、ここに座るんだよ。はい、君、何欲しい？早よ行って。早く決めて。あ、アメリカ寿司ね。オッケー。アメリカ風巻き寿司。中身何が入ってんだろうね、これ。そ、シェフは？あれ？あ、なんか料理始まっちゃった。待ってね。シェフは料理しないの？ここで料理するってやって。あれ、シェフ動かないね。どうした？あ、働いてる？シェフ。まあ、とりあえず寿司作っていこう。よし、巻いて、巻く作業。オッケー。はい、どうぞ、1個目の、できました、料理。さあ、食って。これ食えば、髪の毛生えてくるよ。君、ちょっと耳に肉つけてるね。骨付き肉。その骨付き肉食べればいいんじゃないかな。料理よりね。あ、でも僕たちが、料理を作るんでね。その肉は食べないでね。待っててね。さあ、作っていきましょうか。おい、君、働けよ。シェフが全然働いてくんないね。さあ、アメリカ寿司2個目、できました。さあ、食え。どうぞ。ま、美味しそうに食うね。バイトのシェフは、一人前のシェフになる前に、あなたが3皿料理するのを見なければなりません。あ、料理してるところを、あと3皿見せないといけないんだね。そしたら、シェフも働いてくれるようになるのかな？よいしょー、じゃあ、僕の、うまい料理を見るんだ。こうやってラーメンを作るんだよ。で、麺を切って、あとはね、煮込むだけだから簡単だからね。早覚えてね。あ、これでシェフレベル1になった。あ、これでシェフも、あ、料理してくれるようになったんね。よし、頑張ってね、シェフ。いや、このラーメンは食うなよ。これはお客さんだからね。これ絶対に食べないんでね。いや、料理で遊ぶな。バイトテロはやめてね。さあ、じゃあラーメンを。はい、どうぞ。さて、もう一個あるね。あ、もうできてる。早いな、シェフ。ラーメン作るの早いね。これはいい。バイトができたかもしんない。よし、ね、これ、運ぶの大変だから、こういう接客のバイトも雇いたいよね。よし、まあ一通り、料理は出し切ったかな？みんな食ってるね。ゆっくりラーメン食うね。スープで食う感じ、ラーメン。よし。完食したかな？お皿を回収。で、経験値とかもゲットできんだね。さあ、金は？あ、来た、25円。ちょっと昨日より増えてるよ。よし、とりあえずこれで、200円貯まったんで、ウェイターウェイトレス。雇ったね。ウェイターウェイトレスっていうのは接客かな。よし、君たちも食ったね。さあ、金、オッケー。さあ、おー、フレンドさんもやってきた。さて、あ、ここを自動的にお客さんを誘導するっていう人？ここ、ウェイターって。あ、じゃあ、料理を出したりは自分でやんないといけないってことか。すごい綺麗だね。よし、まあ、とりあえずしっかりメモ取って。あ、ウェイターの人も来てるね。あ、料理も運んだりすんのかな？よし、まあ、とりあえず、僕もね、働きまくるよ。なんだ？あ、黄色くて出たね。料理するか。皿持ちながらなんだけど。よし、これ出そう。さて、これは？あれ？寿司じゃないの？アメリカ寿司。あれ？渡せないね。あ、これフレンドさんのよ、注文したやつだったのか。そういうのもあるんだね。よし、しっかり食べたかな？いいねね。お、二日目も完了しました。じゃあ次はね、お餅にしようかな。よし、新しい料理、お餅ゲットしました。おっと、この料理はタイガーさんのだね、フレンドの。さ、できたよ、ラーメン。さ、これを食うんだ。スプーン使いながら美味しそうに食ってるね。てか、この見た目、昔の僕だね、これ。よし。それからまだまだ注文が多いよ。バイトを二人雇ったからといえど、僕もめちゃめちゃ働かないといけないね。よいしょ、巻いて。よし、できた。もう24時間働いてんね。朝から夜まで。
あ、テーブルとかもいろいろあるんだね。ちょっと増やしてお客さんに料理を振る舞える数もね、増やしていきたいよね。ここに置いて、椅子もやっぱ最初だから一番安いのでいっか。よし、一人用の席ができたね。さて、お客さん来るかな。へいらっしゃい。さあ、こっちでござんす。さあ、早く来てくれ。さて、早く来て、早く食って帰るんだぞ。それから、しっかり君も働いてるか?バイトの様子もね、見ることも大切だからね。さあ、できました。これはフレンドさんのやつだね。プッチーさん。あ、君だね。さあ、どうぞ、プッチーさん。さあ、来るんだ。よし、これで、OK かな?あ、食ってる食ってる、いいね。ゆっくり食べるんだね。隣にいるリスにも食べさせてあげてね。さて、まだまだ働くよ。休む時間はないからね。へい、いらっしゃい。へい、どうぞ、こっちでござん。総目とか早いね。あ、お金ないか。もう一席増やそうと思ったんだけど。ちょっとお金出してくれないかな、早く。早くお金欲しいな。じゃ、もう一人シェフを雇って、シェフ二人にしよう。トイレとかもあるね。ちょ、トイレは大切なんで、ここに置こう。これいいんじゃない？ご飯食べながら、うんちもできちゃうというね。うわ、これもう、一つのことが、複数のことが一つでも済んじゃうね。最高の場所ができました。何、お客さん座れるかな、ここ。いや、座ってほしいね、これは。さて、お皿回収。あと二人目のバイトにもね、料理してる姿を見せないと。よし、三日目も完了しました。さて、新しい料理は?あ、寿司。日本の寿司もあるね。よし、手に入れました。いやあ。てか、トイレの場所、お客さん座らないね。やっぱトイレはダメなのかな?あ、ここにもいたね、そういえば。よいしょ。さあ、食うんだぞ。なんか、丈太郎みたいなキャラだね。おいしい!さて、それからまた料理を開始して。さて、シェフ二人目は、まだレベルゼロだ。早く覚えるんだ、料理を。よし、とりあえず、二人目も、レベル1になりました。これで料理してくれね、二人目のシェフも。よーし、働き者が増えてきたよ。さあ、寿司は誰だ?寿司、頼んでない人は。あ、君だったね、寿司、オッケー。それから、メモして、ラーメン二つ。毎度あり。さあ、お客さん、みんな、フレンドさんもめちゃめちゃ来てるね。ちょっとこのトイレ邪魔だから、トイレは別の場所に置くか。お客さん座らないしね、ここ。どうしようかな、トイレ。ちょっとこれ邪魔だったな。まだまだね、このレストラン小さいから、トイレの置くスペースがここしかないんだよね、もう。入り口にね、壁とかもないし。とりあえず椅子もね、まあ一番安いのでいっか。じゃあ椅子をここに設置しよう。じゃあね、お店はね、バイトたちに任せて、店長である僕はね、ちょっと散歩でもしようかな。いや、こっちの人も気になるな。いろんなレストランがあるんだろうね。さあ、隣は広いな。あ、ここタイガーくんのレストランなんだね。めちゃくちゃ広いね。いやー、やり込むと広々くなるのかな。広くしたいんだけどね。まだちょっとやり方わかんないんだよね。そこはエクスプレス。なんだ?じゃあお邪魔します。入ってこう。新しい家具。あ、なんかもらえるってことこれ。なんだ?ここになんか、買わないといけないのかな?ちょっとお金全然ないんだよね。お金ちょうだいよ。あ、ここで動物の森みたいに、いろんな家具が置いてあるんだね。で?あ、買ったりできるのか。なるほど。動物の森のね、タヌキチのお店みたいな感じだね、なんか。じゃ、レストランのカスタマイズもね、いろいろやっていこうかな。床は限界まで広くしていきたいよね、ここを。そうそう、ここに線をね、つけて、できた、できた。ちょっと広々くなったね。でも、これ以上広げられないんだよね。もっ
ちょっとね、レベルアップしないといけないのかな。じゃあここのガラスの方も、もう一旦なくしちゃって、あ、これか。動かすでいいか。動かすでこうしよう。じゃあこの辺の白い壁も、全部売っちゃってね。ガラスでいこうかな。よし、売ってお金手に入るね。もう売っちゃおう。壁の種類もいろいろあるんだけどね。ガラスの壁ってどれだ？これ、あ、これか。あ、同じだね、これだ。オッケー、ガラスの壁になりました。こっちの方もガラスの壁にしようかな。でも白い壁は全部売っちゃって。ここすべてガラスにしよう。いいね。やっぱ壁見てご飯食べるより、ガラスの外の向こう側見た方がね、いいよね。オッケー。出来上がってきたよ。で、レンガの柱は、これか。ここにじゃあレンガの柱を置いて。あ、いい感じになったね。あ、5日目も完了した。6日目。え、なんだ？なんだ今のムービー。まあ、いいか。いや、お客さんも増えてるね。やっぱ席増やせば増やすほど、お客さんも増えていく感じなのかな。ちょっとこれはめちゃくちゃ席増やしたいね。やっぱね、超人気店を目指しているんでね。これテーブルを設置しまくろう。テーブルはね、いろんな種類あって迷うんだけど、白いのでいいか。よし。白いテーブルをここに。もうこの辺全部、白いテーブルを設置しまくるか、これで。いいね、いいね。もうキッチンの目の前でご飯食べられちゃうっていうね。最高のお店ができそうだ。ここにも置こうか。よし。もう空間をね、とことん使い切るよ。よし。じゃあ、トイレは邪魔なんで、この辺にしよう。あ、ここトイレの部屋にしようかな。この辺。まあ、とりあえず椅子はね、安いのでいいか。よーし、置きまくるよ。オッケー、いいね。うわ、これお客さん来るかな。よし。最強のレストランが出来上がってきたよ。いいね、いいね。じゃあちょっとトイレも作ろう。一個じゃやっぱ足りないから、しっかり二つ置いてね。やっぱレストランにトイレはね、大切だからね。食べてしっかり出さないと。よいしょ、オッケー。トイレルームできました。いいね、ね。まるびえ。しっかりね、男女分けずにね。男女一緒に入れるトイレにしました。やっぱね、ちょっとレストラン狭いんで、これここは仕方ないね。あーおー。隣、ご飯食べてんだけど、隣。おー、待って、おー、すげえ。なんかいっぱい来てた。うわー。なにこれ。もう超人気じゃん。めちゃくちゃ来てたんだけど、お客さんが。めちゃくちゃ注文してるね。うわ、びっくりしたー。こんな来るんだね。もういいねね。これ、バイトの数も少ないなー。バイト雇うの高いんだよね。よし、まあ、シェフ3人目、雇いたいと思います。よし、とりあえずシェフ、3人にしました。よし、あ、じゃあ、新しく雇ったシェフはね、料理を教えないと。作をやるんだぞ、料理は。お客さんいっぱいいるからね。シェフもどんどん増やさないとね。さて、こうするんだ。いよいよ。一旦この辺の壁。壁をなくして柱を立てよう。あ、でもこの柱、マスの真ん中には設置できないのか。やっぱこの柱じゃないとダメなのか、これ。この柱なら、このマスの真ん中に設置できるんだよね。よし、じゃあここに設置して、こうするか。これでちょっと空間ができたね。極力空間作って聞かないとね、こういうの。壁を削ってね。で、椅子もちょっと密着しよう、この辺。綺麗に並べよう。で、ここに、ガラスの壁を、設置して、そして、トイレを、設置しまくる！いいね。ああ、これはもういいよ。トイレには困らないレストランになるね。じゃ、この辺は手洗い場にしようかな。ちょ、
トイレ多すぎやろ。もちろん男女専用でいいよ。ほんとね、男女分けたいんところなんだけど、分けるスペースがもうないからね。男女一緒に入るしかないね、このトイレは。じゃあこっちの方にもガラスの壁を設置して、 OK、 まあ、トイレも一通り完成でいいんじゃないかな。トイレルームもできました。もしね、ご飯食べてて、いやー、なんかうんこしたいなーって思ったら、すぐにこっちね、向かって出しちゃうね。いや、丸見えだな、このトイレ。まあ仕方ない。やっぱね、お店の見た目も良くしたいから、全部ガラスとかでね、行きたいんで、このトイレは仕方ないね。まあでも今回これで、ご飯食べ放題、うんこもし放題、最強の、レストランができたんじゃないでしょうか。お客さんもめちゃくちゃいるね。超人気店。すごい人気だ、これ。さあ、ラーメン一丁できました。ラーメン食いたいやつは誰だ？あ、ラーメンは君だね。はい、どうぞ。さあ、次。次は、料理できてるね。寿司。寿司食いたいやつは誰だ？さて、あ、君だね、君。君なんか、双子だったの？君。二人とも寿司食べたかったのね。さあ、そして、このレストラン生活も一週間経ったね。一週間でここまで成長しました。料理もいっぱい食べられて、うんこも出し放題の最強のレストランができました。もしね、このレストランに行きたいって人は、ぜひ、グッドボタンよろしくね。まあ、この、今日ね、多分8時から9時の間に、このレストランのゲーム、もうちょっとね、やろうと思うんで、動画は撮らないと思うけどね。ちょっと、見に来たい人はね、ぜひ、見に来てね。やらないかもしれないけどね。やってたら、ぜひ、見に来てください。それじゃね。